皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、 中国のスパイ気球について、なぜこの時期にアメリカに飛ばしてきたのか、そしてこのスパイ気球に核兵器や生物化核兵器を搭載して、アメリカ、台湾、日本に送りつけて台湾有事を起こすのであとそういった情報が流れてきましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、ニューズウィークの記事です。どうして習近平は、アメリカと融和政策を取ろうと思っていた時にスパイ気球を飛ばしてしまったのか、まずはその情報、 方から紹介していきますブリンケン王中は吹っ飛び、軍事機密を奪われ、習近平も今さら非を認めることは政治的にできない。アメリカの専門家もなぜこんなことをしたのか首をひねるばかりだと。米軍が撃墜した偵察機器をめぐって、中国外務省はここ数日防戦に追い込まれ、なんとかメンツを保とうとあたふたしている印象だと。ちなみに、 中国外務省があたふたしていると。しかしスパイ気球を飛ばしたのは中国国防部ということになります。なので、外務省と国防部は別組織であることをまずは認識をしておいてください。そしてこの一件には中国ウォッチャーも首をかしげていると。まずなぜこの時期に気球を飛ばしたのか、どのレベルで決定が下されたのかも謎だと。つまり習近平は絡んでいるのかということになります。そして予想外の外交上のダメージに慌てふたみき、なんとか事態の収拾は 図ろうとしたのか当初は遺憾の意を表明するなど、融和姿勢を見せたものの、気球が撃墜されるや被害者に表現し、アメリカに猛然と抗議し始めたのはどういう考えからかと。つまり当初は、融和姿勢で行きたいので遺憾の意を表明していたと。しかし、気球は中国のものであると。それが撃墜されたので、被害者ポジションになって猛烈に抗議したと。あたふたしている様子が伺えますよね。そしてブリンケン氏の訪中計画をもろ手は、 かけて歓迎していたのに気球の領空侵犯を理由にブリンケン氏が訪中延期を決めると中国側は延期も何もそもそもこの訪中計画は正式な発表すら行われていなかったとやり返したともうメンツを保つために必死な様子ですよねそしてその後気球撃墜のニュースが世界を駆け巡ると中国政府は北京のアメリカ大使館に厳正な抗議を表明したとそしてシェフォン外務次官が大使館を訪れて中国の利益を損ない 緊張エスカレートあるるいは拡大させるような行為を慎むよう強く申し入れたとそこで、中国をやることは不可解だと。ブリンケンの訪中が実現すれば、実に5年ぶりの米外交トップによる訪中となるはずだったと。それを間近に控えた時期になぜ中国は気球を飛ばしたのかと。そこでバイデン大統領は中国政府のやることだからとだけ答えて、米中対話の進展に支障を来すような問題ではないと述べたと。そこで、 習氏はどこまで知っていたかと確実に言えるのは気球のアメリカ本土への飛来が公表されるまで中国はブリンケン訪中が実現するようことを抗て前としていたことだとその時点では中国は米政府が気球の領空侵犯をこれほど重大するとは思っていなかった節があるとパンデミック中は自主的に鎖国体制を取っていた中国は今西側と寄りを戻して通商関係を活発化させようと目論んでいるが気球撃墜も 反発し敵対姿勢に戻ったことで関係改善の望みは吹っ飛んだと。 なので、領空侵犯をこれほど重大するとは思っていなかったと。それが一つありますよね。しかし、中国の最高指導者である習近平国家主席が、これほどリスクの高い計画を知らなかったとは考えにくいと。ただ、ブリンケンの訪中を控えたこの時期に実施することは報告されていなかったのかもしれないと。外交のことは外務省がやるので、国防部は外交の影響を考えずに、習近平に連絡をしていなかったのかもしれません。そして、 台湾トップクラスの防衛問題シンクタンク国防安全研究員のクリスタルトゥー氏はこう解説すると中国指導部としては現時点では自分たちの非を認めることは政治的に不可能なので被害者の立場にしがみつくしかないと容易に反論できるような弁明をしたり対応がもたついていることからこの一件は彼らにとって予期せぬミスだったと考えられるとしかしどういうプロセスで気球を飛ばす決定が下されたのか理解に苦しむとトゥー氏は言うと トゥーシーによれば、北京には世界気象機関の地域センターがあり、中国は地球規模の気象情報の共有の一端を担っていると、その中国は上空の気流の状態をチェックせずに、気球を飛ばし航路を外すことは考えられないというのだと。なので、気流の影響で流されたというのは考えられないということになります。中国は民間の気球だと言い張っているが、民生用の気球ではないことは米政府の初期間の一致した見解だとトゥーシーは言うと、回収された残念 考えの分析で中国の部品調達ルートや技術レベルなどが明らかになるだろうと。そしてこちら共同通信気球回収時間がかかると、fbi 主要部品は海中にと時間がかかるそうですよ。海中に浮いていた気球の風船部分やワイヤーごく少数の電子部品を回収したものの掲載していた。機材の主要部分はまだ海中に沈んだままというと、そして現在は海軍や沿岸警備隊 fbi の潜水チーム。が海 最終作業が当たっているとそこで fbi の当局者は今後の天候次第で作業がさらに長期化する可能性があると説明したと何かバイデン政権が伸ばそうとしているようにも見えますよねそしてこちら nhk 中国気球に通信傍受できるとみられるアンテナ掲載とこれはですね アメリカ軍が飛行中に偵察機で撮影した画像の解析を行っていると、その分析を進めた結果、この気球について画像の解析から、通信などを傍受することができると見られる複数のアンテナや、様々な情報を収集するセンサーを作動させるための太陽光パネルも備えていたことは明らかにしたと。なので、気象などを研究する民間の飛行船だとする中国側の主張を改めて否定したと。また、交換は、この気球を製造したのは、 中国軍と直接関係があり、軍に認証された企業だと確信していると。なので、海中から引き上げてしまうと全てが分かってしまうと。それをなんとかやめてくれと中国側がバイデン政権に交渉して、引き上げを遅らしているのではないでしょうか。そしてこちら、ウォールストリートジャーナル。米会員、偵察気球をめぐり中国を非難。前回一致で決議と、バイデン政権が真中だとしても、議会は怒り浸透になってます。米議会会員は9日、米 本土に飛来した気球をめぐり、中国を非難する決議案を419対0の全会一致で可決したと日本も対中非難決議ありましたよね。しかし、419対0の全会一致とここまではいかないですよね。 バイデン政権が中国に弱腰なら、機械はもう強行で止めれないと。会員は共和党が多数ですが、バイデン政権の民主党でさえ賛成したと。アメリカは今そんな状況になってます。そしてこちら NHK、アメリカ国防省、中国は気球使い世界各地で大規模偵察活動をやってますよと、はっきりと言いました。国防総省のライダー報道官は8日の会見で、過去4回の気球の飛行について、中国は関心を持つような場所の上空を飛行。 していたと述べた上でアメリカ以外に東アジアや東南アジア中南米それにヨーロッパなどでも確認されていると指摘したとそして偵察用の気球を使った中国の大規模な計画だと述べ中国は数年前から大規模な偵察活動を行っているという認識を示したともうここまでバラしたということになりますそしてこちら現代ビジネス今までは概要説明の話でしたのでここから突っ込んだ話に入っていきますなので非常に興味 興味深いい話になっていきます。ちなみに、こちらの記事は、長谷川幸宏氏の記事ということになります。なぜ起こったのかと、一体中国はなぜこんな事件を引き起こしたのかと、一部にはブリンケン訪中を控えて、米国プレッシャーを与えようとしたとか、米国を挑発しようとしたという見方があると、だが中国にとってブリンケン訪中は昨年11月の米中首脳会談で、緊張緩和を目指して設定された最重要課題だったと、不動産バブルの崩壊やゼロコロ コロナ政策で傷んだ経済を立て直すためにも関係正常化は不可欠だったとそんな習近平政権の側にあえて米国を挑発し法中を台無しにする動機はないとでは何だったかと私は習近平政権中枢と人民解放軍のコミュニケーション不足が根本的な原因と見るとつまり冒頭で言った 中国外務省と中国国防部、その組織がコミュニケーション不足になっていると。中国の内部事情は外から伺い知れないが、独裁政権の一般的な性格ははっきりしていると。ただ一人に権力を集中し、全ての決定権はその権力者が握るのだと。中国の場合はもちろん習氏である。で、そんな中で習氏は異例の3期目入って、絶対的権力を一段と強めたと。そこで政権と人民解放軍に側近を配置して、権力 中枢に近くなればなるほど表だって意義を唱える人は誰もいない状態であるとそんな中で何が起きるかといえば全員が終始を見上げて指令が降りてくるのを待つとなので横のコミュニケーションはなくなりますよともし横同士が連絡し合って何かを議論すればクーデターを格索しているのかという疑いを招きかねないとそこでここがポイントですそんな独裁体制の下では全員が皆昨日の続きをするようになると終始からの指令がなくて 新しい仕事には絶対手をつけないともし新たな仕事をすると何を買って始めたのかと質問されてしまうと新しい仕事はリスクでありむしろ何もしない方がはるかに安全になるとそこで今回の問題で言えば中国はこれまでもスパイ機器を運営していたことが判明していると2月7日付のワシントンポストによれば中国は数年前から米国だけではなく日本やインドベトナム台湾フィリピンにスパイ機器を飛ばし情報を探っていた とそしてさらに、米国の国家情報長官室が1月の発表した未確認空中事象に関する報告書によれば、過去163の気球、または気球のような物体を確認していると。なので、米国は人民解放軍と民間企業が軍民融合の一環としてスパイ気球を運営していたと見ていると。つまり、人民解放軍は今回も、昨日の続きとしてスパイ気球を運営していたと。あえてブリンケン氏が来る前に米国本土を狙った というよりも昨日の通きの順番でたまたま当たってしまったとそこで一方で外交部を含めた政権側はといえばブリンケン氏を迎えて米国との関係を改善しようとしていたとしかし外交部と国防部の両者の間にコミュニケーションはなく互いに自分の仕事を昨日の通きでやっていただけなのだとこれは非常に説得力がある考察ですよね昨日の続きなので国防部はわざわざ外交部に連絡していないとということは 習近平は知る由もなく、メンツを潰されてしまったということになります。そして、一方、米国は中国のスパイ気球が飛来している事実を特に承知していたと、2月6日付のニューヨークタイムズによれば、トランプ政権時代には気球の侵入をリアルタイムで察知していなかったが、その後技術を改善し、バイデン政権は察知できるようになったというと、気球はレーダーに映らないので、察知できないのかなと思っていましたら、本当かどうかはわかりませんが、 一応はできるようになったとそこで米軍は今回の侵入を1月28日以来リアルタイムで追跡していたとアラスカ州に現れた後一旦カナダに侵入し再びモンタナ州の上空に現れるまで完全に動きを把握していたとそこでモンタナ州と隣のノースダコタワイオミング両州には核のトライアングルと呼ばれる米軍の3つの核基地が集中しているとその三角形のど真ん中に気球が現れるのを待って国防省は2日 気球侵入を発表したたとそういううい経緯があったようですこうした経緯を見れば私は今回米国は中国の気球を待ち構えていてあえて罠に陥れた可能性があるのではないかと推測していると今回の侵入前から米国は中国の動きを完全に把握していたからだとそういった見方もありますよねなので中国は外交部と国防部のコミュニケーション不足で起こってしまったとそれをあえて米国はうまく使ったのではと それが長谷川氏の考察です。そしてこちら日本放送、青山茂春議員が日本放送飯田工事 OK 工事アップに出演されて中国の偵察気球についてさらに踏み込んだ解説を行っております。2020年に日本に飛来した際、謎だとした日本政府、本当は中国からの偵察気球と分かっていたと。そこで青山氏、基本的にはまず日本に飛ばし、様子を見てからアメリカン飛ばしているのですと。そこで日本は何も せずに謎だと言っていましたとそして青山氏本当は日米ですり合わせもしているから謎ではなく中国のスパイ気球だと分かっていながら当時は何もしなかったと当時の河野太郎防衛大臣は関係ないというような話をしていたでしょうとちなみにこちらアミさんのツイート2020年に宮城県上空で目撃された謎の白い球体について記者団の質問に河野防衛大臣は気球に聞いてくださいと答えたとこれですねまた日 にに戻っててくくる可能性は気球に聞いいださいとこの人が防衛大臣ですよ。中国に近くて無責任な回答しかできないことになるんでしょうか。こういう人が防衛大臣だったというのは非常に危険ですよね。そして青山氏、今回浜田さんはよく言いましたよねと。つまり、迎撃するかもしれないと言ったと。河野太郎とえらい違いですよね。僭越ですが、はっきりおっしゃっていただいてよかったと思いますと。で、その上で、中国の本当の狙いは何だと思いますかと。 そこで言い出しが、飛ばして情報を取るだけではなく、将来的には攻撃も含めてということですかと。そして青山氏、その通りですと。地球から宇宙を眺めると、私たちを暮らしているのは大流圏という、下から11キロぐらいのところですけれど、その次に中間があって宇宙空間がありますと。実はその中間をアメリカは支配できていないのですと。そして青山氏、だから20キロぐらいの中間あたりに気球を飛ばして、そこに核弾頭も積み 見たいといいととうのののが中国の将来の狙いですとやっぱりなという感じですよねそして青山氏国会議員として政府に「謎の気球」と言っていたのはおかしいではないんですか当時から分かっていたはずだということを追求したら思わず政府が5トンありますからと言ったのですとそれを聞いてひっくり返りましたなぜかというとアメリカは公式に990キロぐらいと1トンぐらいと発表しているのですとそしてその後もう一度よく聞いたら「ペイロード」だとペイロードという いうのは搭載能力のことですと気球に5トンの搭載能力があると小さい核爆弾で1トン強ですから小型戦術核なら4個ぐらいはぶら下がれるのですとそういった指摘を青山さんはされております。そしてこちらヒマラヤ東京桜グループのツイート各分岐支のゲッターを紹介します。ゲッターとはアメリカの動画サイトです。その各分岐支がスパイ気球について話をしています。ちなみに各分岐支というのはこちらウキペディア中国出身の実業 投資家で2014年にに中国からアメリカ亡命をしていますそしてこちらニューズウィークこちら各文岐氏ですがトランプ大統領に近かったスティーブ・バノン氏と盟友ということになります各文岐氏はトランプ大統領の広報担当が作った SNS ゲッターの出資者でもありますそしてこちらウキペディア新中国連邦各文岐とスティーブ・バノンによって設立された米国ニューヨーク市に拠点を置く政治団体です中国共産党 の打倒標榜しており自身を中国の政党であり亡命政府であると主張しているとそして株組織ヒマラヤ監督機構と呼ばれる ngo を持つとその日本のグループがこちらですヒマラヤ東京さくらグループそして今回各分記士がスパイ気球の目的について解説を行っております今まで紹介した内容とちょっと違うところもありますが非常に衝撃的な内容を話してますまずは動画をご覧いただいてその後に振り返りをします 中国共产党最近在内部大肆庆贺，习始皇习近平同志已经定义为七十年来东西方对抗、中美对抗一场实力政治敢于斗争的绝对性胜利。而且听说北朝鲜金三胖发来了贺电，你还是大哥呀，习大哥呀。听说伊朗。 哇，这个我们是可以干的。这些蠢蠢欲动的国家，包括俄罗斯，哎有我们要买这个气球。这个气球最简单，它那个材料很便宜，就几个芯片，然后整个的一个引导仪。我在过去直播当中讲过，关于在一旦台海发生战争，这种便宜的气球，包括指挥发射、电子战最便宜，我讲过两三次。这个发明人咱都知道，在哪做的？江西、河南。 福建这场真的在事实上绝对是过去七八十年来世界上对美国的所有，包括九幺幺，这是一场绝对性的一场对抗中绝对胜利，改变了游戏规则。千万别小看，因为这个气球它太便宜了，而且它到了美国转那么多圈儿，拿走的所有的情报，那这多少个五官做不到的呀！而且人家关键接近又离开了，而且它造成的这种政治风波。 从明天开始起，我相信这个话题将成为美国真正的政治的核心和政治较量的工具。那么，习近平让所有的盟友看到了，我只发气球都能直达美国心脏，这对俄乌战争的俄罗斯何其丢人！而且，中共国现在做，别人说几万个、几百万、几千万分分,分钟钟的事儿，你能想想美国天上发了一百万这个气球，美国该怎么办？发一百万个导弹，整个导弹给你消耗光，还用 F 十？ 六啊，什么 F 二十二啊，那都没用啊！战略上不对称的战争，中共这回绝对赢，对美国的心理打击绝对赢，对美国盟国的信赖度绝对赢。而且在俄乌战争这种情况下，中国共产党的在世界的军事武器上，这一次不对称战争和心理战争和这种敢做赢。 但是最大赢家不是西四黄，也不是共产党，新中国联邦。所有人告诉我，新中国联邦在这时候来了个气球。McKinsey 上来以后，中国 CCP 情报委员会他来了个气球。共产党是美国全人类的威胁，不用咱再说了。 都知道了，病毒气球、生化战气球可以放，直接在你家头上可以定点的放化学武器，也可以放生化武器，然后拿走了美国的秘密，挑起了东西方、中共绑架的十四亿中国人和西方的对抗，事情之严重，对新中国联邦之大利好。拜谢了，苍天，谢谢习四皇同志，请继续发吧。 はい。いかがでしたでしょうかこれはあくまでも各分岐書見立てということになりますが、非常に衝撃的な話をされてました。それがこちら、過剰書きでまとめました。まず、中国共産党はお祝いムードだと、先ほどのあたふたしているとは違っていますよね。そして、金正恩も兄貴だと祝電を送ったと。そして、イランも気球ならできそうだと。ロシアを含め悪だみを考える国は気球を欲しがっていると。気球は非常に単純で安価ですよと。そこで台湾 戦争でも使ってくるのだとこれは戦争のルールを変えたことになるので甘く見るな気球は米国長く滞在し情報を盗むことはなかなかできないことだとなので気球の話題は米国政治の核心と両党の対決に使われるとそこで習近平は同盟国に気球を飛ばせるだけで米国本土を攻撃できると見せつけたと中国は気球を何百万個や何千万個をすぐんでも作れるともし米国の上空に気球が何百万個あったらどう するんだとと何百万発のミサイルを撃ててばなくなくってしまうと今回米国はサイドワインダーというミサイルを使いましたが、一発五千万円するそうです。もし米国の上空に気球が何百万個来たら対応できなくなるということになります。それは戦略上非対称戦争、釣り合わない戦争ということで中国は勝利したと。そして米国の真理に打撃を与え、同盟国の米国に対する信頼も下げさせたと。そしてこれはマッカーシー下院議長 後後にに気気球球ははややっっててききたたたととさら中特別委員会が設立しコロナ気球生物戦争。気球は生物化学兵器を決まったところに落とすことができますよと。青山氏は核爆弾と言ってましたが、生物化学兵器も使えるということになります。それをですね、台湾戦争でもやるのではと。そうなると日本も対応できません。今回アメリカは F-22 という戦闘機を使っていますが、その戦闘機は 中間線のところまで行けるので対応できますが、日本には F20 にはないので、今のところ撃ち落とすことはできません。そして法律の問題もありますので、これは何とかしないといけないということになります。ということで、中国は安価な気球を使って、何百万個や何千万個、すぐにでも作れる可能性があると。そうなるとアメリカですら対応できないということになりますので、今後どうなっていくのか、また新たな情報がありましたら動画をアップしていきます。 ですので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、Twitter のフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。